白山市の山田紀明市長は昨日市役所内で公務に臨んだ際、体調不良を訴え、市長室に戻る途中で倒れ込み、頭を強く打ち救急搬送されました。その後脳挫傷と診断され、昨日夜から意識混濁の状態だということです。このため白山市は横川雅史副市長が当面の間市長の職務を代理するということです。昨日、夕方ごろに秘書のとこ、お顔を見に行きまして、呼びかけには多少の反応はあるんですけれども、お話しできるっていうような状態では今、ないですね。一刻も早くまた戻られることを期待してます。山田市長は去年11月の白山市長選で無投票で参戦を果たしましたが、翌月には発熱で1週間休養し、その後胆管炎と診断され入院していました。また今年1月には再び入院し、先月28日の市議会開会日には提案理由の説明中に議場で倒れ病院に運ばれていました。この事態に県議からも回復を願う声が。多分いろんな無理されたんだろうと思います。だから本当に体調万全にですね、戻されて、また白山市民のリーダーとして頑張ってもらいたいなと私は思っています。無理せんといてとそういうことは言わせていただきました。病院に入っとるんですから、病気治すことがまず第一だと思いますね。早く仕事に戻っていただければ皆さん安心すると思うんですが。また長谷知事は、おそらく責任感の強い方なので、この、予算を審議していただく3月議会、白山市長としての職務を果たしたいという、気持ちは分かりますが、やっぱちょっと無理してたなと言わざるを得ません。一日も早い回復を願っております。白山市によりますと、山田市長の復帰のめどは立っていないということです。